こちら原クリーム玄米ブラン贅沢ジュース素材ミルクとイチゴバターを食べたいと思います。で、まあ前に、ミルクの方を写真で紹介したことはありますけど、食べてレビューするのは初かな。さてさてさて、どうなるかな、どうなるかな、じゃないわ。改めて食べてみるとどんな味に自分は思うのでしょうか。早速ミルクから食べていきたいと思います。そうそう、これ中もこう包装になってるのでお手軽で気配りがいいんですけど、面倒っちゃ面倒かな。はい、中を開けてみるとのように、おっとさ、反対だ反対、真っ白なミルククリームがサンドされた穀物ビスケットが出てきます。では体に良さそうな穀物ビスケットで健康になりましょうか。慣れたらいいんですけどね。ではいただきます。写真前に食べたことあるにはあるんだけど、ザクッという音が相変わらず心地よいだけじゃないな。これザクザクという心地よい音に加えて、しっとりところどころでカリッとした、なんて言っていいだろう、満足感が一番しっくりきましたね。さらにまろやかさと甘酸っぱさ、コクも感じられて美味しいです。もっと食べたくなる商品ですね。いろんな味で、あなたは何味で食べてみたいですか。よろしければコメント、もしくは質問などで送ってくださいね。もしかしたら紹介企画とかやるかもしれません。詳細はこの後すぐに。ごちそうさまでした、どちらもですね、ビスケット部分はしっとりしてるんですけど、結構穀物のザクザクとした食感と歯ごたえもあって、満足感が得られる出来になっています。なので、ちょっと小腹が空いたなという時にちょいとポンとつまむと、口の中でしっかり噛めて満足感を得られるので、ダイエット中とかがなじゃなくても、ちょっとした時に食べたくなるビスケットですね。ビスケットというか玄米ブラウンか。で、中のクリームなんですけど、ミルクの味は結構まったりしっとりとした優しい味わいで、いちごバターだと少し酸味がとコクが感じられますね。なので自分はどちらかというと甘酸っぱさとバターのコクがより美味しかったいちごバターをおすすめします。特にあなたがいちごやバターが好きで、だけどちょっと手軽にいいわなと思っているのであれば、ぜひ食べてほしいですね。点数は4点とさせていただきます。それでは本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演